それからの人生でこの日の出会いを何度も後悔することになる。すっごい美人だ。可愛だったっけ。早速パトロール行こっか。どうしよう。それではお気をつけて。うっせえ税金泥棒ども、てめえらなんか不祥事起こして路頭に迷っちまえ。迷惑すんのか分かんないのか。耳てから反省する前に藤部長、ちょっと聞いてますなら。藤部長、このごめん、ちょっとクソ呼ばわりされても神聖な仕事と言えますか。警察官の主な仕事なんてサンドバッグなの。犯人捕まえてる時よりサンドバッグになってるじゃん。そこの原付き止まってください。お急ぎでしたね。一時停止の標識を見落とされましたか。今から切符処理しますので。すいません。この警察め、自分責めるのに公用車使わないだよ。で、藤部長何ブツブツ言って。こわ、いつもそんなこと言ってたんですか。せめて気持ちよく切符切りたい。部長、それ声を大にして言って。